宗教2世に注目が集まっている。多くの人は松本玲香さんの名は知らなくてもアーチャリーは覚えているだろう。地下鉄サリン事件や松本サリン事件の首謀者として2018年に軽視したオウム真理教の教祖麻原彰晃こと松本里室夫の三女だ。富士山麓の教団施設に強制捜査が入っていた日、マスコミに向かって悪感弁をして見せた少女は39歳になっていた。約束の5分前に現れるとエントランスに入る前にコートを脱ぎ、部屋ではバッグを足元に置いた。社会人として完璧すぎるほど完璧だ。現在は心理カウンセラーとして働いているという松本さんは、宗教2世の問題をどう見ているのか、宗教2世をどう定義するのか。松本玲香さん、5歳から1、6歳まで閉鎖された教団の中で育ち、世間の常識もわからないまま大人になってしまいましたから、礼儀作法やマナーについては、今も手探りの状態です。とはいえ、もう教団を離れてからの人生の方が長くなりました。私には姉が2人、妹が1人、弟が2人いますが、今は次姉、以下、姉、と上の弟、元信者ですでに教団を離れている男性と4人で郊外の町でルームシェアをして暮らしています。姉とは最近、宗教2世の問題についてよく話し合っています。そもそも宗教2世をどう定義するのかということですが、特定の宗教を信仰する親の下で、その影響を強く受けて育った子供のことを言うのだろうと思いつつ、しかし、たとえ親と一緒に行動していた、としても、それは親の意思でそうしているだけであって、子供自身は信仰の告白をしているわけではないんです。私も教団にいた頃から、自分で選んでここにいるわけではない、と思っていました。宗教2世が声高に叫ばれ始めたきっかけ、当時は信仰心があったのかと聞かれることがありますが、足元のアリを踏みつぶしてはいけないよと父に言われたことを守った。果たしてそれは信仰なのか、親からご飯を残しちゃいけないよ、人には優しくしようね、嘘をついてはいけないよと言われていたのは、普通の家庭と何ら変わるものではないと思うのです。それは教団が地下鉄サリン事件をはじめとする数々の事件を起こしていたことを知らなかったからそんなことが言えるのだと言われれば、その通りかもしれません。宗教2世が声高に叫ばれ始めたのは、安倍元首相襲撃事件がきっかけでした。政治的にはもったら統一教会をいかに解散させるかということに焦点が当たっていますが、これまでに宗教法人法を適用して解散させられたオウム真理教と明らか9時の2件は、いずれも刑事事件を起こして幹部が刑事罰を受けた団体でした。しかし、統一教会は幹部が刑事罰を受けたわけではない。政教分離の観点から、政治家が特定の宗教に関わったことこそが本質的な問題であり、政治家の側の問題がより大きいと思っています。容疑者の家庭に関しては、宗教以前に母親が子育てできないというネグレクトの問題がある。のではないか、姉とはそんな話もしています。自分の子供を神様からの預かり物と思って、自分の価値観を押し付けてはいけないと律しながら育てる方もいらっしゃる。そうやって子供の意思を尊重するのか、自分と同一視して思い通りにならない時に虐待してしまうのか、そこに大きな違いがあると思うんですよね。宗教に限ったことではなく同様に、親がギャンブル依存症とかアルコール依存症だと、貧困やネグレクトなどの問題が起き、子供が辛い目に遭う。そういう境遇の子供のために行政が手を差し伸べなければいけないというのは、普遍的な課題としてあると思います。義務教育を受けることができず、1995年、父が殺人容疑、母が、リンチ殺人事件に関与した容疑で立て続けに逮捕された時、兄弟で最年長の長子が16歳、末弟は1歳、玲香さんは12歳だった。教団で共同生活をしていた出家信者の子供97人についてはすでに児童相談所などに保護されていたが、兄弟は教団に取り残された。一時、玲香さんは教団の長老会議の座長に、弟2人は2歳と3歳で教祖に祭り上げられた。私はずっと学校に行きたいと思っていた。勉強は嫌いだけれど、同年代の子供たちと遊びたかったんです。でも地元での住民運動を受けて、役所が教団の人たちの住民票を受理することを拒んでいたこともあり、教団内で学校はもう行かなくてもいいのではないかという雰囲気になってしまいました。そんな中、両親が逮捕された1995年には、住民票のあった静岡県富士宮市の学校に行こうと思ったのですが、教育委員会から来ないでくれと頭を下げられ、小学校には通えずに終わりました。
だから、9歳になってもひらがなさえまともに読み書きできなかったんです。私の名は、リカ、と読みますが、リ、というひらがなは、時々2本の線を、つけて書かれることがある。そうするともう読めなくなってしまった。漢字の、レイカ、はもちろん書けませんでした。中学校も入学を拒否されたので、私は義務教育を受けることができませんでした。常に自分の素性がバレることを恐れていた。2015年、レイカさんは自らの31年の半生を綴った、止まった時計、朝原将校の三女、アーチャリーの手記、講談社、を本望で上司した。表紙カバーはレイカさん自身のポートレートで、まっすぐ正面を見つめている。オウム誕生前夜の一家のつましい暮らしに始まり、教団の内幕、母親兄弟との確執、父の優しい姿と壊れていった姿、父亡き後の教団の瞑想などを半年かけて書き上げたものだ。この本に名前も顔も出したのは、私はこうして生きています。と顔を上げたかったからです。朝原の娘だと分かった途端に入学を拒否され、就職もままならず、後ろ指を刺される。当時の私は常に自分の素性がバレることを恐れていました。でも、そんな人生はもう終わりにしよう。自分から名乗ってみようと思いました。それまでの出来事を正直に書いたことで、人との心の距離はぐっと近くなりました。大学時代の同級生たちからは、これまでどう接したらいいかわからなかった、と打ち明けられました。そうか、だからなんとなく遠巻きに見られていたんですね。謝る、というのは自分を守るための行為なのでは、新たに出会った人たちとの距離も近く感じます。本に何でも書いてあるので、私に対してこんなこと聞いていいかなという迷いがないのかもしれません。私の方でも、この人は私が朝原の娘と知っているんだろうか、知らないんだろうかと探る必要がなくなりました。本の中に、事件の被害者に対する言葉がないという批判をいただきました。私は、被害者の方の思い、いや苦しみは私が軽々しく語れるようなものではないと思うのです。私が被害者に向かって謝るというのは、何か自分を守るための行為なのではないかという思いを払拭できないのです。大学時代は友達と議論になりました。お父さんを捨てたら麗華は自由になるんだよ。麗華の人生のためにはお父さんを捨てるのは必要だよ、と言われたんです。その彼女はいわゆる一卵制母子、すごいお母さん子だったから、あなたはお母さんが逮捕されたら縁を切るの、と言えば私の思いを分かってもらえると思いました。ところが、私は自分の人生のためだったらお母さんと縁を切る、と迷わずに言うので、二の句が告げませんでした。ネットの声、多くの人を巻き、聞き込み、あれだけの悲劇を引き起こした父親と母親に関しては何も擁護できることはなく、厳しい処罰を受けて当然であるが、その子供にまで禍根が及ぶのは良くない傾向ではある。あくまで親は親、子供は子供と分けて考えるべき。子供には子供の人生がある。昔の縁座、連座制ではないが、親族が何か犯罪を犯すと、親族というだけで直接関係のない人間までもが非難にさらされ、肩身の狭い思いを抱えながら生きていかなければならないのは何とかならないものかとは思う。率直に言って理不尽。この方にしても、幼年期にあれほど特殊な環境に身を置きながらも、そこを乗り越えて、何とか自分の人生を生きようとしてるわけだから、他人がとやか、く言うことはない。朝原の子供という肩書きを完全に消し去ることはできないかもしれないが、もういい加減にそこから解放してあげれば良いのではないか。子は生まれる家を選べないって言いますからね。被害者の方の感情は計り知れないものがあるけど、この方が何かをしたかっていうとそうでもないわけで、難しいですね。共感とまではいかないけど、同じ立場で苦しむ方々の力になってあげてほしいと思います。アーチャリー、はっきり覚えています。親と子は関係ないとはいえ、大変な苦労をしてきたと思います。大学も卒業して今は心理カウンセラーとのこと、オウムのことを思い出すと複雑な気持ちになりますが、静かに社会貢献してほしい、と思います。宗教問題は深すぎて難しいですね。宗教、お金でお金が絡むと必ず苦しむ人が出る。オウムに限らずやっぱり被害者は出しちゃいけないと思います。みんなが苦しすぎます。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高。